桜木町事故。桜木町事故は、1951年、昭和26年4月24日13時45分頃、神奈川県横浜市の日本国有鉄道、国鉄東海道本線支線。現在は、根岸線の一部、京浜東北線桜木町駅構内で発生した列車火災事故である。乗客はドアが開かなかったため脱出できず、多くの死傷者を出した。 犯罪的諸行によるものではないが、桜木町事件と呼ばれることもある。この事故後、自動扉付きの客車内には、乗降扉非常圧作空気開放弁、非常、ドアコックの設置と表示が義務化され、緊急時にドアを乗客が手動で開けられるよう例が改正された。京浜東北線桜木町駅構内の上り線で、外資交換工事を行っていた電気工事作業員が誤って、 スパナを落とし、上り線の下線が固定されず垂れ下がってしまっていた。作業員は上り線のみ列車を進入させないよう、手配を行ったが、下り線は通常通り運行できるとした。結果、京浜東北線の赤羽発桜木町行き下り台1271バイト電車、63、計5両編成、所定ダイより9分遅れが、下り線からポイントを渡って上り線に進入。 垂れ下がっていた上り線の下線に、先頭車のパンタグラフが絡まった。運転士は急いで、パンタグラフを下ろそうとしたが、先頭車のパンタグラフは破損して、車体と接触した状態になり、そこに、電流の短絡が発生。激しい火花と共に、可燃性の塗料に着火し、車両は木製の屋根から炎上を始めた。結果、先頭車の模波6万3 6が、 全勝、二両目の左派78,144が、半勝して少死者106人、重軽傷者92人を出す、大惨事となった。事故車両の窓は中段を固定した三段構造で、開口部の高さは29センチメートルしかなく、ここからの脱出は、非常に困難だった。 短絡が起きていたため自動扉は作動せず、乗務員や駅員スラムを非常用ドアコックの位置を知らなかったため、扉を外部から手動で開けることもできなかった。運転士が車単貫通路から乗客を救出しようとしたが、当時の車両の貫通路は、車両同士の乗客の貫通を目的としたものではなかったため内開きの開き度で、しかも外側から施錠されていた。 かろうじて二両目の貫通路だけは開けられたものの一両目は脱出しようとする乗客の圧力で開かなかったとされる。結果として一両目の乗客は窓ガラスを破る以外に脱出路が全くなく被害を拡大することなった。また、このような脱出困難な状況は高架線上での事故だったこともあり、集まった群衆も何もできず、助けを求める乗客が焼け死んでいく姿をなすすべなく、 見ているしかないという知恵図を生んだ。事故当時、桜木町駅付近の河川に電気を供給していたのは、横浜変電所と鶴見変電所であったが、横浜変電所は高速度遮断機が作動し、給電を停止できたものの鶴見変電所の高速度遮断機が作動せず、約5分にわたって河川に電気が流れたままになったことも、火星を強めたとされている。 桜木町事故の2年前、1949年9月27日に、京阪1200型電車が、氷塩駅付近で短絡により起こした火災事故でも、自動扉は開かず、乗客は窓を破って脱出せざるを得なかった。桜木町事故と状況が酷似しているが、その教訓は生かされなかった。被災した63系電車は、重要な安全部品を省略したり粗悪な、 代用品を使用した、いわゆる戦時設計により製造された車両であった。可燃性材料の多さについては、戦前期の電車にも共通する部分があるものの、6 3系では、可燃性の塗料や、ベニヤ板の天井内張りなど燃焼性の高い材料が多用されており、不燃構造は戦前車よりも劣るものであった。さらに6 3系は通常、 絶縁被覆と防護交換で覆われているべき、室外配線を外資指示の裸電線としていたり、一部の引き通し線を化粧板合意もなく、室内に露出させていたりするなど、電気配線の絶縁の質が劣悪な設計で、このような電流短絡事故の際に必要な保安機器の一部も省略されていた。そのため、車体に架線の電流が流れた場合に炎上しやすい構造であった。 それを示す事実として、本事故が発生する以前から外的要因。本事故では、河川切断がなくとも、小規模な発煙、発火事故を日常的に起こしており、ひどい場合は全焼して、自己廃車となるものさえあった。また、窓については 63K では立ち客への通風の改善とガラス不足を補うべく三段式になっており、 集団が固定されている構造のために脱出が不可能であった。63系より前の車両のように2段式であったなら、あるいは三段式であっても中段も稼働する構造になっていたならば、開口部が大きいため脱出が可能であり、犠牲者数は激減したであろうと言われている。上降扉についても、1946年、昭和21年6月4日に発生した中央線、 乗客転落事故の反省より、木製扉から、厚製扉への交換が進行していたことが、ドアコック表示不備と相まって、結果として、裏目となった。同じく、車両のつまめにある貫通扉も、引き戸ではなく、内側に開く構造であった。もともと当時、近距離輸送手段であった、電車には、客車のようなろつきの貫通路は設置されておらず、 乗客がここを通ることは想定されていなかった。そのため、超満員の乗客の圧力で扉を開けることができず、ここからの脱出も不可能であった。地上側の要因として、鶴見変電所が即座に起電停止しなかった点が挙げられる。現場に一番近い横浜変電所は、事故電流を検知して即座に遮断機が解放して起電停止したが、鶴見変電所、 起電区分所の遮断機はそれより、遠方のため自己電流を検出できず、川崎変電所からの起電が継続され続けた。本来、横浜変電所の遮断機が開放すれば、遠方からの起電は行われないわであるが、この事故の前に起きた塩止め変電所の火災復旧のため遮断機4機のうち2機が取り外されており、起電回路が T 型となっていたため、 川崎変電所からの電流を止めることができなかった。当時の変電所は連絡遮断装置や遠方制御装置がなく有人運転であり、事故時の隣接変電所の遮断は電話連絡に頼っていた。このことが契機となって、電流変化率をもとに、事故電流を検出する直流気線故障選択装置が開発された。なお、事故に対する直接、間接の要因ではないが、 当時の桜木町駅が終着駅でホームの先端に改札口があったことから乗客が先頭車両に集中していたことも犠牲者が多くなった一因であった。当時の国鉄は事故の翌日にはは波63型全車両の車体に車外コック位置をで表記した上、車内にも座席下のコック位置を記したガリバンズリの張り紙をするという素早い対策を打った。そして 戦時設計の電車に対し、まず車内への防火塗料の塗布、パンタグラフの絶縁強化、車端部の貫通路と貫通ホラの設置などの応急処置を施した1951年内に完了。後に、車内天井の広範化、貫通路、拡張、三段窓の前段稼働化など、徹底的な体質改善工事を実施し、800両にも、 及ぶ対象者の体質改善工事はわずか2年強で完了した。これらのことは、この事故が社会に与えた衝撃の大きさを物語るものと言える。なお、前述の体質改善工事によっても、ハ63型電車は、モハ73系、制御電動車、モハ72系、中間電動車等に形式を改め、国鉄末期まで使用された。 詳細は国鉄72系電車改造内容を参照されたい。事故の関係責任者は起訴された。スパナを落下させた作業員3人と桜木町駅の信号係、電車運転士の計5人に金庫六ヶ月から1年10ヶ月の判決が言い渡された。当時三大会事件をはじめたびたび事故を起こしていた国鉄に対する国民の 不信はこの事故をきっかけに爆発し、マスコミは国鉄に対するバッシングを行った。また、政界でも野党が国鉄の怠慢によって発生したものであるとして、当時の吉田内閣への投格と結びつける向きがあった。第2代国鉄総裁であった、香山幸まは、事故の責任を取引責辞任することになる。国鉄は、1949年に、プロ野球球団、 国鉄スワローズ、現、東京ヤクルトスワローズを立ち上げ、その後も80系、電車、70系電車などの新形式車両を投入し、特別急行列車、食堂車、寝台車など、戦時中に廃止された列車サービスの復活を図るなど、復興に邁進していた。その最中に起こった事故であるため、国鉄内外における衝撃は大きく、プロ野球に参入する暇があれば、 欠管電車の整備を先に行えなどと非難された。なお、80軽電車を開発したメンバーの一人であり、当時国鉄車両局長を務めていた、島秀夫はこの事故の責任を取って辞職し、その後、東郷神事に壊れて復帰する1955年まで、鉄道技術職から離れることになった。当時の朝日新聞で連載されていた、サザエさんでも、 この事故を題材とした会があった。鶴見区の総統集大、元山里下地寺に、この事故の慰霊碑が存在する。鉄道省国鉄本社による、正式設計としては初めて貫通ホルを取り付けた、80系電車だったが、80系のそれは、電車用にと新規に設定されたサイズのものだった。一方、本事故を受けての緊急の改造で、国電全車に、 貫通ホロを取り付けることになったため、新規に製造を依頼していたのでは、到底間に合わないことから、各車両区に補修部品としてストックされていた、旧型客車用の片持ち式ホロが動員された。結果、80系の方が圧倒的少数派となってしまい、後年80系の、いわゆる、宮高地と呼ばれる、地方選挙への場転用の際は、80系の方が他社との連結に備えて、 貫通ホロを交換することになった。その後、初代ブルートレイン20系や、キハ80系初期者等で、ホロ規格変更をもくろも後年の形式で結局、元に戻る現象を繰り返し、とうとう鉄道省発足以来国鉄終焉までこの、型持ち式ホロが使われることになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。